日本の100歳女性1500メートルを歓迎世界初2。長岡さんは4日、日本マスターズ水泳協会が愛媛県松山市で開催した大会の100から104歳の部に、ただ一人の選手として出場。1時間15分54秒で1500メートルを泳ぎ切った。このタイムは世界記録としてギネスへを送られる。